さあ、今週もやってます。聞こえた今の？言えるはい、ちゃんと入っております。聞こえましたか？はい。周波数は 79.7 メガヘルツ。はい。羽衣の町宜野湾市。さて、今日はね、かりんちゃんどこ見てんの？ん？あ、はいはい。今日は、クリスマスイブですよ。イブですね。はい。街は車多いですね、雨ですけど。あ、そうですか。はい。イブは何するんでしたっけ？イブ。イブはイエス様の誕生日をお祝いする日です。あー、ケーキを食べる日じゃないですよ。あ、そうですか。ケーキじゃないんだね。はいはい、はい、じゃあ、タイトルコールそろそろ行ってみたいと思いますので、はい、じゃあミュージックお願いします。はい、行きましょう。はい、8時だよ、なるさんの今宵もあんやたんじの。はい、拍手が入りましたね。今夜も宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾のオープンスタジオから生放送で全世界にですよ、はい、お送りいたします。3億人ですね。なるさんの今宵もあんやたんじの、はい、3億人、犯人みたいですね。30億人略してなるさんのあんじの、はい、あんやたんは、はい、そうだったですね、はい、宜野湾は宜野湾でございます。はい、この番組は少し懐かしいミュージックに乗せて、はい、あんな話こんな話もありますよ。はい、ではかりんちゃんお願いします。はい、この番組ではメッセージも募集しております。はい、メールアドレスは797@fmgino1.com です。はい、また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しております。うん、FM ギノワンのホームページから見ることができますので、はい、そちらもお楽しみください。うん、ツイッターも連動しております。ツイキャスの方もやっておりますのでコメントお願いします。はい、はい、ではこの番組は日本語と英語の学び道具へ、バイリンガル教育のビジービースクール、オリジナルプリントのプリント沖縄、酒と平和とうまいムーン、はい、うさちゃんのうろすえベース、はい、英国アンティークヴィンテージヤード、はい、そしてですね、うん、天候回復していよいよ飛びそうなんですけど、うん、なんかパイロットさん降りてきたみたいな感じのみんなの役に指導天からなかなかトラブルついてですね、はい、スポンサーの方々そしてたくさんのサポーターの皆様のご協力でお送りいたしております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。改めましてこんばんは。こんばんは。メインパーソナリティのなるさんでございます。はい、未来さんです。かりんです。この番組ではですね、テレビでは映せない、はい、ラジオでも話せない、はい、まして新聞には書けるはずもない、はずもない、はい、シークレットな話題や情報も取り上げていきたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。そして本日はですね、もうね、はい、映ってると思いますけれども、うん、ゲストとして宜野湾市議の小谷仁議員にお越しいただきました。はい、ようこそ。どうもよろしくお願いします。こんばんは。どうもよろしくお願いします。今日はですね、たっぷりと宜野湾市長選のお話など伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ね、それではとりあえず CM 行きますよね。はい、行ってください。よろしく。さて、なんか言ってますね。もう BGM 入れましょうか。うん、入ってますよ。入ってます？ありがとうございます。ジャズは入ってます、ね、はい、今回はですね、今回のコーナーって本日のコーナーなんですけれども、うん、ちょっとね、ですね、今日はクリスマスイブということで、はい、ユーミン特集。ね、知ってる人は本当に懐かしい。はい、知らない人は新しいですね。ごやぎんユーミン。ご存知ですよね。もちろんですよ。当然、ね、当然僕らの、ね、同世代ですから、もうユーミンのね、あの曲この曲ね、いろんな思い出がありますよね。かりんちゃんね、
ねえって言われてもね。はい、ということで、ユーミンの曲特集とですね、はい、本声です。このサイトから本音の声を聞こうのこの2つのコーナーでお送りしたいと思いますので、アンヤタンフォークソングの歌詞と、はい、未来さんのひとしずくの水先案内は、はい、今年はお休みですね、はい、お休みさせていただきます。来年からまた、はいね、さて、はい、ユーミンのクリスマスソングといえば、小屋さん、やっぱり恋人がサンタクロースでしょ。あ、ですよ ね、 ですよね、みんながそう言いますね。ですので、はいはい、今回は違う曲にしたいと思います。まあどこでもかかってますからね。あ、そうですね、ね、もう本当に今週ずっとユーミンばっかりかかった、うん、ユーミンのその、恋人がサンタクロースばっかり他の人が歌ったりね、いろんな人が歌ってますので、今回はユーミンの2007年のクリスマスソング、うん、忘れかけたあなたへのメリークリスマスというちょっと渋いこう、おとなしいこう、うん、静かな歌をちょっと聞いてみたいと思います。はい、じゃあ、はい、お願いします。聞きたかったんですけれども、すいませんね、はい、次のコーナーがございますので、うん、ちょこっと切りました。さて、次のコーナーですね、はい、まあ、今日もこのコーナーだけと、そうですね、いうことなんですけれども、もして、はい、はい、アンヤタン、この際だから本音の声を聞こう、略して本声のコーナーでございます、はい、来年の、1月24日ですね、宜野湾市長選挙について、はい、皆様のご意見をいただきたいと思います。そうですね、もう街中にぎやかです ね、 ね、両陣営外戦車がですね、はい、宜野湾市内をぐるぐるすごいですね回ってますよね、はい、自民公明公認の方に比べて、その民主社民共産、いわゆるこう革新と言われている団体が推薦する候補予定者はすごいんですよ、動員力が、うん、動員力もさることながら、これ資金力もあるんですかね、小屋さんね、チラシ、うん、まあ、その前に奈良さん、実は自民公明公認ではなくて、はい、推薦なんで、推薦ですか、うん、すいません、失礼いたしました。そこの方は、まあ、基本的に無所属で、あ、なるほどね、そして、はいはい、自民公明推薦ということで、うんうん、推薦ですね、この回の選挙をですね、はい、佐喜真淳現職の方は、はい、戦っていくことです、うん、そうですか、はい、わかりました。で、まあね、その何ですか、対立の方、志村さん、うん、もう志村さんって決定
決定ですよね。どう考えてもね。いや、まだわからないかもしれない。次、ドーンって出るかもしれないですよね。いやこれは人志が出ました。第3の。いきなり。3人になる可能性とかあるんですかね。いや、それは、わからないですけどね。やっぱり、まだですからね。17日ですからね。告示は17日ですから。まだわかりませんよ。そうなのか。かりんちゃん出れるよ。ね。今からでも遅くない。まあ、そういう話は置いといて。またね、リスナーの方からメール、そうなんですよ、うちリスナーすごいんですよ、ね、メールが今回来て、ちょっと長いんですけどね、ちょっと長いメールなんですけど、未来さんじゃあ、ちょっと読んでみましょうね、はい、お願いします、はい、ですね、ラジオネーム、この方は、はい、信頼できる本物の政治家が出てこいというのがラジオネームですね、はいはい、本物の政治家、ね、みんな待ってると思うんですけど、こちらにいらっしゃいますけど、はいね、本物の政治家が、はい、今日は本物の政治家をお呼びしてですね、はいはい、なるさんの小山あやたんじのんのパーソナリティの、はい、なるさん、未来さん、かりんちゃん、こんばんは。こんばんは。自分は宜野湾に住む男性です。はい、年は、まあ、中堅といったところですね。中堅。はい。中堅30代ですね。30代。はい。はい、さて、今日は、お三方の忌憚ない意見をお聞かせいただきたくメールです。忌憚って何ですか？忌憚。遠慮ない。あ、遠慮ないね、はい。どんなことでもということですね。うん、はい、というのは、あんやたんじのんを初めて聞いて、僕はかなりの衝撃を受けた。ああ、ありがとうございます。はい、沖縄の新聞、テレビが意図的に報道しない内容、ニュース、うん、はい、それに伴う過激とも言える意見、皆さんはズバズバ発言しておられます、うんうん、はいはい、本当に頼もしい限りです。こんな番組を自分は待っていました。あ、まあ、ぜひこれからも続けてくださることを強く望みます。ありがとうございます。まあ、前置きが長くなりましたが、うん、ご存知の通り宜野湾市では来年1月24日市長選挙が行われますね、はい、現職の佐喜真さんと新人の志村さんの戦いになりそうです、うん、我が家にもポストにそれぞれの政策チラシや、また怪しげなチラシもどんどん入るようになりました、うん、それぞれの政策公約を読んでいますが、いろんな疑問符が出てきます、うん、現職の佐喜真さんは、まあ、この4年間ですね、4年間の実績、新人の志村さんは佐喜真さんの、うん、まあ、揚げ足取り、揚げ足取り、志村さんがやってるわけではないんでしょうけど、うんうんうん、まあ、作ってる方がね、はい、と批判、そして市長になった暁には何をするかを述べています、うん、自分は公平な目で見て佐喜真さんの前の市長の伊波さんの、まあ、後始末をかなり佐喜真さんは強いられて、まあ、さらに具体的な実績も出したと自分は評価していると。あ、すごいですね、まあ、大山7号線を通したりとかですね、うんうん、中断されてた11号線の宜野湾の、渋滞緩和のための着工など実際目に見える形でどんどんやられています。ちょっと待ってください、はい、この大山7号線ってどこですか、小柳。この大山7号線はですね、国道58号線を、はい、ちょうど大山小学校の、まあ、普天間から行くと少し過ぎたところ、それから高架橋になってて、はい、ちょうど大山の田んぼ畑からね、こう上から行って、はいはい、そしてまたマリンセンターまでぐるって回る道路を、まあ、主導大山7号をと呼んでて、でこれ確か通称名がですね、春酔橋という名前で、大山の皆さんにも、ね、はいはい、写真でもらっている橋です。春酔い聞きました、綱引きの時の掛け声だって。そうそうそう、わしちょいとかえいやみたいな、うん、春酔い、おお、いいですね、いい名前ですよね、いいですね、はい、すいません、はい、続けてください、そうですね、うん、ひるがえって志村さんはもちろん新人ですから、うん、これからどうやるの。ちょっと待ってください、はい、はいはい、県道10、あ、市道11号線っていうのは、あ、これはですね、実はまあ、市内の道路、宜野湾市が管理している道路には全て名前がついてまして、はい、これは市道宜野湾、市道宜野湾11号線っていう名前が、はい、例の中原から沖国に、そうですね、抜ける、あの道ですよね、2キロってやつ、沖縄国際大学のところからこの急カーブをしているところがありますけど、はい、そこを基地の中を通って、はい、出てくる道路、それが市道宜野湾17号という、あ、して市道11号です。11号です、沖国の後ろ、そうです、後ろです、はいはいはい、沖国とフェンスの間のあの道路です、あの道路ですか、そうですね、ちょうどフェンスがありますよね、はいはい、あります、あります、うん、でそこを、基地を、まあ、セットバックというか変換をさせないとこの道路ができないんですよ。それが今まで、約22年間、途中までできてたんだけど、ストップしてた。なるほど、それが再開をしたということです。これなんで止まってたんですか。これはですね、もう見てすぐ分かるんですけど、普天間飛行場を
こう通っていかないといけないんですよ。つまりそれ変換をさせないとこの道路はできない。ですから、まあ、今までの市長はそれをやらなかった、うんうん、要はそういう交渉も、ね、してこなかった、ね、それで、まあ、ほっといたってこと、まあ、ということですよね、はいはい、ただ、はい、あの地元の宜野湾の方なんかは、まあ、宜野湾区の方はね、はい、ぜひこれをやってほしいということはもう何十年も前から要望していること で、うんでね、大渋滞ですからね。そうなんですよ ですよね、はいはい、すいません、はい、平井さん続き、はい、どっからか覚えてる、はい、翻って、うん、翻ってってまあまあいいですね。翻って志村さんはもちろん新人ですから、うんはい、これからどうやるのかの、まあ、抱負でしかないのはもちろんですが、はい、一番気になるのは、うんまあ、辺野古も反対ですよね。辺野古の反対の立場で基地問題を語っておられることですと、うんまあ、尾長知事に寄り添う形なのでしょうが、はい、肝心の、宜野湾市の安全性が完全に抜け落ちている気がして残念でなりません、うんうん、民主の前政権があれだけ辺野古以外を探して見つけることができなかったくらいです。それを数年以内で、まあ、閉鎖運用停止はどう考えても現実的でないのは誰が考えても分かります。尾長知事になってさらに基地問題が泥沼化しているのをますますおかしくしていくんじゃないかと思いますがね、うん、この人相当詳しいですけど、ねうん、宜野湾市の職員、宜野湾市に住んでる人なんでしょ。普通の人が市道7号とか市道11号線とか、まあ、宜野湾だより読んでれば分かりますけれども、まあ、あのチラシに入ってますからね、書いてはいるんでしょうかね。そういうことですか。はい、すいません。はい、はい、ですね、うん、でこれ面白いなと思った。あとその今回、まあ、メールを書いた理由というのがこれから書かれてるんですけど、はい、実はあのこの方が実体験したことなんですが、うんうんはい、志村さんの応援をされる方の、うん、市民の方の、うんまあ、書いてるからそう思いますね。口汚さ、暴言の多さ、うん、本当に市民ですかねこの人たち、はいうん、これにはびっくりしましたと、はい、志村さんが本当に気の毒なくらいです と、うん、というのも自分はどっちかというと、うん、やはり現職の佐喜眞さんを応援している方なの で、そうですか。実は頼まれて制作チラシをちょっとだけ配ったことがあると。その時に体験したことなんですが、うん、あるおじいから、うん、チラシを見るなり、ああ便所紙にするさ、と一言言われた。そんなこと言われたの？で、言われたんだ。内容を読んでくださいねって渡したらしいんですけど、やっぱりそれに対しても、うん、あの口汚くいろいろ言うだけで、うん、あのまあきちんとこうないあのご苦労様とか言って受け取ってくれなかったと。うん、でさらにもう一方、もう一人の男性からもっとひどくてですね、こんにちはって言って声をかけたら、うん、まだ何にも言う前からお前精神病院に行ってこいと言われたといきなり。で入ってこちらあのその方はわけわかんないで聞き直すと、うんうん、さらにお前病院に行って直してこいと鬼のような形相で畳みかけてきましたと。唖然としましたが、あ自分は病気ではないさ、初対面の人にむちゃくちゃ言うあなたこそ病院に行ったらどうねと言い残して、まあ、自分はその場を去りましたと。まあ、反対は自由ですから、まあ、何を言っても構わないですけど、でも人間として異常な人が多い気がしますねと。何のために年を取ったと言いたくなるぐらいですと、うん、で逆に佐喜眞さんの応援の方、市民の方は頑張ってなという声が多くて、あるおじいはですね、いいなこれに負けたら宜野湾が大変になるから頼んだで頑張ってくれやと何度も何度も手を握られた。へー。あとはおばあもそれから他のおじいも若い方もご苦労さんだね頑張ってねという声をかけてくれた。この両者の市民の方の差はこれ一体何でしょうねというふうに書いてますね。でこんな人に応援されている志村さんは正直気の毒だなとつくづく感じました。でこれから選挙戦がますます激しくなると思いますが、もう少し大人としての節度は守ってもらいたいですね。皆さんどう思われますか。すごいね、もうちょっとありますけど今切りましょうね、はい、ここすごいですねこの人 ね。チラシ配りチラシをお手伝いをしていると、ね、今していたとポストにいっぱい入ってますからね、多分皆さんいろんな方が配ってくださってるんだと思うんですけど、うんうんうん、そうですよね、まあ、応援してる人のやっぱ ねやりたいから違う人のが来るとそうなっちゃう。やっぱり反対、もちろん反対派の、ね、人が来るのはあの気分は良くないとは思うんですけど、うんうん、ただあどう思うとか、まあ、無言でもいいから受け取ってくれるとまた違うんでしょうけどね、うんまあ、やっぱり激しいこと、あの僕もいろいろそっち側の人も
友達とか知り合いでいるんですけど、皆さんいつも怒ってますよね。不思議なんですけど。そうなんですか、はい、いつも怒ってるんですよ。プンプン元気なのね、はい、だからなんでいつも怒ってるのか分かんないですけど、本当に 顔もね、それから目つきというか表情もなんかいつも怒ってる感じがしますね。不思議だなと思います。不思議ですね、はい、何があるんだろう、はい、もうちょっとじゃあ読んでみますか、はい、お願いします。基地問題は確かに未来を平和に導くための最大の問題です、うん、けれども、うん、沖縄が今置かれている状況は、はい、決して安穏としておられないのが現実です、うん、自分たちの世代は、Facebook 等でさまざまな情報を取り、うん、タイムズ新報の嘘は完全に見抜いていますと。知らないのは新聞テレビだけを情報源にしているおじいおばあの方たちです。本当に見事に騙されてますね、うん、本当の情報を広めてもらう意味でも、うん、このなるさんのあやたん次のはこれからもぜひ続けて、うん、過激で正確な情報を発信をしてもらいたいです。そして自分のようなサイレントマジョリティ、声を上げない市民が堂々と発言し、うん、沖縄を本当に守っていく道が主流になるようになってもらいたいと思います。なかなかとすいません。どうか頑張ってください。おでもう一つ、あの追伸がありまして、はい、うんうん、追伸、我が家に来たヘンテコリンナちょっと怪しいチラシを同封しましたので、はい、ということで、これあの郵送でも来てますね、はあはあ、からまあそれも紹介してくださいねということでした。なるほどね、はい、以上ですね、はい、すごいですねこの人は、いろいろ勉強されてます ね。やっぱり若い方でもやっぱりこう問題意識持ってる方、30代でしたっけ、30代中堅、信頼できる本物政治家を出てこい、ね、あなたが政治家になった方がいいんじゃないですか、ね、30代の方ね、ね、あの五夜議員選挙に行く年齢っていうの、はい、うん、昨日かなんかニュースでやってましたけれども、うん、あの60代から70代の前半っていうんですか、はい、の方々は 80% の方が選挙に行かれると、うん、やっぱり20代30代の方々の投票率っていうのはやっぱり低いですよね。そうですね、それをどうね、変えていくか、そうそうそう、うん、そうね、逆にその20代30代の若い世代のためにも、選挙に行ってほしいですよ ね。これからの将来は、皆さんにかかってるわけですから、そうそうそう、逆にね、頑張って選挙の方、ね、ちゃんとカネちゃん行ってるよ、選挙行ってますよ、ね、うん、若い人なんだから行かないとね、うん、で、あのさっきその何でしたっけ、この方が言われた、はい、怪しげなチラシ、怪しげなチラシっていうのはこれなんですけど、これ出元が何も書いてないんですよね。なんか一言なんか書いてましたね、さっき見たら、あの、うん、どこから、ワンカラジノン、えアヤタンジノンじゃない、ワンカラジノンチ、あ、ワンカラジノンチっていう名前しか入ってませんね、名前しか入ってませんね、名前書いてるんですか、ん、はい、この下の方にこれ、あ、これが書いてましたね、ワンカラジノンチ、ね、普通こういうチラシはあの記載者とか、うん、電話番号とか普通入ってますけどね、そうですよ ね、 そうです ね、 ね、どこが作ったとか書いてあります ね、 うん、ね、やっぱりなんか安保法案のことを戦争法案っぽく書いてますよね。戦争なんか嫌だし、聞きたくないぜみたいな、うん、はい、ね、感じ書いてますけれども、まあ、戦争法案ではないですからね、うん、本当はね、そうですよね、はい、まあ、法案の名前ぐらいは正しく書いてほしいですよね。そうですよね、はい、うん、うん、はい、これは何だっけ、佐喜眞さんは普天間の固定化を絶対避けるって言ってるさね、あ、言ってますよね、固定化はね避ける、うん、うん、そうです、これ副住園のこと、副住園書いてありますね、老人ホームですか、あ、はい、そうですね、はい、副住園のことって書いてますね、うん、老人福祉施設の副住園が民間業者に譲渡されたってねって、うん、でこれ2番読んでいいですか、そうそう、土地代だけで建物や備品3億7000万円分は無償で譲ったんだって、作った時の借金もまだ1億円以上も残ってるって、うん、うん、しかも、うん、議員がそのことで一般質問する前に決められたらしいよ。え、そんなっていいの？市の財産でしょ？手数料とか使用料とかは上がって、私たちらの負担は増えてるのに、市民負担年間4000万増ってよって書いてありますよ。うん、なんだろう、市民の負担は増えるってのに、業者は無償譲渡ってなんか不公平だよななんて書いてますけど、小屋さん。うん、これですね。うん、まあ、こういう市の財産を処分する場合には当然これ議会の承認事項でして、はい、昨年の12月議会で、はい、これは議会の方もちゃんと、可決して、福祉園の民間譲渡は正式に議会の中の承認をされたものであります。あ、なるほど、それも昨日今日の話じゃなくて、うん、もうずっと前から
あの福寿園については、はい、要は民間でできるものは民間でやりましょうということでね、実はいろいろなサービスが福寿園には以前からあって、例えばの、まあ、デイサービス、はい、そういうのももう、うん、要はニーズがもうなくなったんで、うん、まあ、デイサービスも、もう打ち切って、要はの需要と供給ですから、はいはいはい、ニーズがなくなったね。そうですよね、うん、それで、だん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 そのやっぱり時代の波というか、うん、で全国でもですね、割と 1% もあるかないかのこの公立の福祉施設なんですね、老人保健施設。あ、そうですか。で実は宜野湾市においても、昭和58年から、はい、3回、これね、行政診断っていうんですよ。要は行政が診断をするのではなくて、第三者の方に任せて、行政診断をしています。この行政の中で、どこをどうした方がいいかという中で、3回やった中で3回とも、福祉園に関しては民間に、委託した方がいいということをね、これはもう実は以前から指摘されていることなんです。結局その1年間の維持費とか、そうそうそう、そういうのが相当なんか、ね、かかるって聞きましたけれども、うん、結局人件費の部分がありますしね、はい、でまただんだん建物は老朽化していくわけですので、はい、そこはやっぱり修繕費とかありますよね。で、まあ、人件費でいくと、当然その公務員の皆さんは定期昇給ということで毎年毎年昇給して上がっていきますよね。その分の費用というのもかなりの額になる。なるほど。民間にした方が安くなりますよね、諸経費っていうのは。一般的に考えるとですね。そもそもこのチラシの、ね、間違ってることも大変あるんですけど、はい、どこ、まず、この、施設を作るには国の補助で建ててますので、はい、まあ、仮にこれを、有償譲渡した場合としても、その3分の2は、国に返還をしないといけないんですよ。まるまる宜野湾市に入ってくるお金じゃないんですよ、ね、はいはいはい、うん、そこがまず書かれていない、書かれてない、ね、意図的ですね、これね、まあ、意図的なんですかこれ、はい、これちょっと聞いて、ね、書いた人が聞いてくれたらね、まあ、連絡してもらうと一番早いんですけどね、そうですね、本当にね、それしかもこの件っていうのは去年の12月にね、元市長だった伊波洋一さんが言ってることを全く同じことを書いてるんですよ。でそれに対して今年の2月に、当時の総務部長が反論をね、新聞でしっかりやって、はい、この問題はね、今年の2月には終わって、解決済み、うん、そうなんですよ。議会も昨年12月に議会を承認して、はい、で新聞の中でもその論争があってね、今年の2月にはもうちゃんとね、訂正をして、解決してるよね、訂正をされて、しっかりこの市民負担ではないですよと、で3分の2は返還しないといけないし、逆にね、最近は年間4000万の赤字が出てると。でこの施設は特別会計ですから、この出た赤字は一般会計で補填をしなければならない、うん、じゃあこの補填は誰がしているかというと、市民の皆様の大切な税金でやっていると。市民の負担を減らしたってことですね。そうなんですよ。でこれもしっかり、ね、試算があって、でまあ、これもし仮に民営化をしないで、10年間この福祉園を直営でやった場合、じゃあどうなっているかというと、はい、うん、さっき言ったその定期昇給の部分だとか、建物の修繕を入れると、うん、まあ、約14億円、この10年間で、市民の皆様の何年間でですか。10年間です。10年で14億を、これで負担をしないといけなかったのを、まあ、しかも過去3回、昭和58年から早くこれ民営化した方がいいよという指摘をされてもやってこなかったんですね。あ、なるほど。そこで、これは民営化しようと。今回しかもこの民営化をした方がいいというのは、ね、議会からも挙げられているんですよ。議員さんからもこれ早く、ね、民営化しないといけないよというのは、議員からも提言されていて、で以前まで の姿勢は全くやってこなかったのを、まあ、先場所になってしっかりそういう民営化をすることによって、市民の皆様の負担を14億ね、過去10年、ね、あ、すみません、これから10年やると、うんうんうん、それをね、やらなくて済んだ。なるほど。というのが、真相なんですね。逆にいいことをしたってことですね。そうそうそう、ね、宝くじ当たっても足りないですね、14億。まあじゃあ、まあ、福寿園のことはこうちょっとブレイクする、うん、ちょっと、ね、じゃあどなたかのリクエストで、ご家人ちょっとなんかないですか、聞きたいやつ。聞きたいですか、はい、今日のリクエストなど。よかったよかった。ねえ、なんか夕飯でも出るのか、はい、いやいやいや、あ、ありますか、今、はい、出前取ります。電話する。
まあ、じゃあですけど、じゃあピザをお願いしますって、すごく。すごい。はい。なんか何がいいですかね。やっぱり見えるの？え？あ、見えますよ。ロガなしで。はい、あ、すごい。で、やっぱりなんか今日は雨が降ってるので、うん、はい、雨音はショパンのしゃべ。ああ。これなんかいいかな。これ他の方が歌ってたやつですよね。ユーミンが提供した。そうですね。どなたかが歌ってましたよね。はい、小林なんとかさん。小林あさみでしたっけね。ですかね、はい。じゃあこれ、うん、じゃあこれいきましょうね。はい、いいですか、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、どうぞ。はい、まあ、そういうことで本日は宜野湾市議会の小屋仁志議員に、おいでになっていただきました。おいでになっていただきました。変な日本語だね。お越しいただきました。お越しいただきました。いえいえ、はい、遊びに来ました。たくさん遊んでください、はい、これさっきの続きなんですけれどもね、はい、小屋議員、島市小学校、うん、これこのチラシ写ってる、このチラシに載ってる子どもたちのことというやつで、うんうん、志摩市小学校とか給食センターとかの建て替え工事は先送りだよと、志摩市長は耐震基準に満たないってからってなんだか、急ぐはずなのにって書いてありますけれども、これもう一つですね、はい、実は、こういう立派なチラシ、うん、ポストに入ってますね。これはですね、統一連ニュース、統一連、うん、統一連っていうところですね、うん、ご存知ですか？友達はいませんけど一緒の名前はよく知ってますよ ね。あ、そうですか。あまり友達になれてもないです。共産党の株組織というふうに言われてましたよ。先週ね、うん、そういう、この統一連さんのこのチラシに載ってるんですが、子どもたちの安全が危機にと書いてありますね。で、読みますけれども、現市政は市内に3つしかない公立保育園を来年度民間に払い下げる予定ですと。保育園に入れない待機児童は前年度比で 66% も増加しています。教育施設の整備、新学校給食センター建設、志摩市小学校、志摩市幼稚園、普天間小学校の増改築も
西普天間地区の土地購入を優先して予算の都合がつかなくなり後回しにって書いてありますけれども、これ小屋仁議員、はい、これはこれはあれですか、これはあのまずあの説明というか、そうですね、あの、はい、この反論を今年の3月に返還された、はい、まあ、キャンプ作りの西普天間、うん、まあ、この目の前ですけど ね、 そ、 うですね、はい、そこの、何ですか、土地購入、はい、土地購入を優先して、うん、この学校の何ていうんですか、この、うん、まあ、予算の話をしてますが、そうですね、この土地購入というのは実はあの一括交付金を活用して、はい、購入をしておりました、はい、でそれも、宜野湾市の一括交付金だけじゃなくて、うん、沖縄県の分の一括交付金と、はい、あとまあ市町村、他の市町村でね、うん、まあちょっと使い切れなかったものをちょっと、うん、集めてですね、はい、それも足して、この土地は購入をしました。あ、うん、でなぜかというとね、やっぱり土地の評価額というのが、あ、その提供施設の場合とあるいは返還された後のその評価額が違ってきますので、ですからやっぱり地主の方にもね、あのことも考えて一生懸命先行して、うん、市の方で買って、また後地利用計画に役立てる、それもあの狙いだったんですよ、うん、はいはい、でまたあの学校はどこが管轄してますか。あ、学校あるじゃないですか、宜野湾市じゃないですか、これ、うん、これ教育委員会なんです ね、 ね、で、はいはい、学校はあの文部科学省が管轄してますから、はいはいはい、要は学校を建てるときの補助金というのは文部科学省からの補助金なんですよ。あ、なるほど、うん、で一括交付金というのは例えば補助があるメニュー、文部科学省からのメニューがあれば一括交付金を同じものに当てることができないんですよ、うん、つまり、学校建設には一括交付金を当てることができない、使えないと、うん、そのお金は全く別物なんですよ、うん、なるほど、うん、ですから、土地購入をやったから学校は建てられないというのは、うん、またこれもまた間違ってますね。あ、それはじゃあ違うってことですね。羽衣小学校がね、開校しましたけど、うん、実はこれも大山小学校が長年、過密校として本当に、ね、マンモス校だったのを、うん、なんとか解消しないといけない、まあ、全市制まではこれできなかったんですね、うん、はい、で、校区を再編してはどうかということを、ね、前の市長さんは言ってましたけど、はい、いやそんなんじゃダメだろうということで、うん、でこのマンモス校を解消するために羽衣小学校を先に、まあ、作りました、はい、うん、で島津小学校においても、まあ、今年度の方では、うん、基本計画と実施計画のもう予算ついてやってるんですよ、うん、そうなんですか、うん、そうなんです、で来年からはちゃんとまた工事も始まっていきますので、ちゃんとお話は進んでいる、そう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 、しかももう予算もついて進めてますから、はいはいはい、またねこういう、ことを書くっていうのはじゃ何なんか意図的なのかなんか分かんないですけどね、まだね何もやってないようなこれ印象させますけど、うん、実際もう予算つけて、学校作るのもね、すぐできませんから、ちゃんと、うん、基本計画や実施計画をして、それから、例えばプレハブを作って、壊す前にね、そこに校舎を移転というか手続きとか時間がかかるものなんで、それをあのもう今年も予算つけてやっています。なるほど、うん、ですね、こちらのチラシはもう仁議員さんの説明があった通りに、うん、ただのあれですね、ネガキャン、うん、ネガティブな、ね、ネガティブキャンペーンって、何ネガティブキャンペーンって、そういうただのチラシだったということで、うん、そうなんですよ。で本当給食センターもですね、普天間第二学校給食センターと益城学校給食センター、はい、これもあの以前からあの私も指摘したんですけどね、天井が剥離でこう落ちてきたりしてたんですね。給食の中にじゃあ天井が落ちてくるの？まあ、天井が落ちたら大変なことなんですけどね。天井食べてない、でこれがもう僕議員当選してですから、もう今から10年前から指摘をしてて、なかなかねこれ、やってくれなかったです。前のなんでなんですかね、よくわかりませんけどね、とにかくやらなかった、うん、やらなかったのをもう先送りばっかりだったです。そうですか、うん、それを今、ね、さっきも視点になってやっと、うん、その、はい、給食センターも、作って、うん、いうことがこれが実態です。わかりました、ありがとうございますね。もう一回ちょっとブレイク入れてから、はい、ブレイク入れて次違うとこ行く、詰めていきましょうか。何買ったの、ゆめりさん声がちっちゃい、誰の、かりんちゃんの、私か、かりんちゃんの声がちっちゃいのか。マイクはちゃんと大丈夫ですよ、入ってる、マイク、マイクはちゃんと入って、マイクが遠かったようです。はい、まあ、もう曲いきます、ブレイクタイムして、はい、具合仁議員、あ、いいですか、あ、雨音はが終わったので次は何がいいですか。いいですよ、じゃあね、他に選んでいただいて、じゃあ私何、魔女宅、
優しさに包まれたなら、はい、いいですね、いいですね、はいはい、これあれだよね、コマーシャルソングでしたよね昔ね、うん、そうなんですか、じゃなかった、フジヤソフトエクレアとか、そう、ああエクレアとか、ね、チェルシーは別です、チェルシーでしたっけ、なんかそんな感じのコマーシャルソングでも使われて、れ、ね、何、魔女宅って何、魔女の宅急便です、ジブリの魔女の宅急便って、うんうん、宅急便屋さんね、うん、はい、それに、じゃあどうぞ、はい、じゃあ流しましょうね、なぜなら時間が押しているからだよ、オーマイガー、そうか、今カチャ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 ってユーミンはいろんな曲ね作ってますよね、素晴らしい。はい、短いですけどね、ちょっと今日はお話をいっぱいしていただきたいので、はい、たくさん喋っていただいております、はい、喋ってください、はい、もうね今日いっぱいね喋りたいことがあるのであれなんですけれども、うん、ゲストに宜野湾市議の小屋仁志議員にお越しいただいております、はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、目から鱗の話多いですね、いいですね、あとですね、このなんていうんですか、今回の宜野湾市長選挙の最大の争点は、はい、うん、辺野古式新基地建設を許すかどうかですっていうのがあのなんかね、志村さん、どこの市長選挙でしょうかみたいな出てるんですけれども、ここは、宜野湾市であって、で、はい、まあ、宜野湾市の市長選挙はやっぱり宜野湾の、ね、うん、市民のこと、そして、そうですよね、経済とか、はい、その教育とかそのことを、はい、まあ、論点にするのが宜野湾市長選挙だと思うんですよ、そうですよね、はい、で、まあ、実際キャンプシュワブというのがその基地があって、うん、はい、そこの辺野古先というのが地名なので、はい、やっぱりマスコミにもよく言うのは、まあ、キャンプシュワブという言葉をちゃんと使ってほしいなと、うんうんうん、それはまあもちろん賛成反対あるのは当然のことですけど、はい、ただやっぱり正確にね、言ってほしいなっていうのはいつも思ってます、そうですよね、僕は新基地っていうこのなんていうんですか、そのキーワードですか、言葉にすごく違和感を覚えるんですけども、うん、そうですよね、マスコミの方々も皆さん新基地って言われますよね、うん、そうするとね新しく基地を作るのかなっていう、ね、印象なんですけど、実際さっきも言いましたけど、あそこはもうキャンプシュワーブという基地があるんですよ、しかも辺野古の区民が誘致したんですよね、うん、確か、うん、まあ、そういう話もありますけど、うん、まあ、ただ言いたいのはとにかく宜野湾市長選挙というのであるので、うんうん、はい、名護市長選挙でもないし、うん、はい、県知事選挙でもないの で、 そうですよ、ね、宜野湾市の9万7千の、ね、市民の、はい、ためにじゃあどうするのかっていうのが私は、一番の争点だと思うんです、ね、はいはい、そうですよね、うん、最大の争点じゃないね、辺野古のゲート前にもですね、緑 の、 その志村さんって書いてある上りがなぜか立ってるんですよ、辺野古に、辺野古に、辺野古の基地のゲートのところにのテントがありますよね、反対派の人たちの、はいはい、なぜか志村って書いてあるんですよね、あれでしょ、よくわかりますね、オール沖縄だから、あオール沖縄ね、これもねちょっとおかしくて、実際その
沖縄県には11の市があるんですね、はい、その11の市の中で、9つの市は、うん、まあ、議論市も含めてですけどね、佐喜真市を応援してくれてますので、うん、もうそのオール沖縄っていう言葉も破綻してます、全然違うじゃないですか、何を思ってオールって言ってるのか、影も形もない言葉ですね。どこですか、あそこですよ、名がつくところですよ。ああ、なるほど。名古と名がつくところ。名古とも名がつくんですね。そこの？え？そこの名がつくって。あそこの。あ、はい、あそこのか。はい、あ、そっかそっか。あ、はいはいはい。あ、まあ、那覇市ですけどね。あ、言いましたね。言っていいんですよ。そうですね。うん。まあ、2つとも名がついてるの。そうそうそう。なんだろう、名古と名古って。7、うん。県知事があれだったらもうオールなんじゃない？うん。あ、まあ、ね、なるほどね。トップがあれだからもう、全部お礼みたいな、うん、まあ、あの時間もね、なかなかたくさん、これちょっとじゃあ説明していきましょうかね。これは、ご役員がね持ってきていただいたやつなんですけども、ぜひあの紹介したいのは、うんうん、その佐喜真市長が就任してね、宜野湾市が明るくなったなってよく言われるんですけど、これあのただ印象的じゃなくて、実はあの東洋経済が発行しているその都市データパックというのがあって、はい、まあ、全国の777の、市区町村、はい、その中の成長率を、ね、ランキング化していって、うんうん、まあ、あの市長が来るまでは、まあ、大体宜野湾市って133ぐらいだったんですけど、はい、2013年には全国で5位、うん、そして2010年には、なんと全国1位の成長率を、そうなんですか、我が宜野湾市は成し遂げたので、だからもっと出してこうよ、それ、ね、だからね、選挙の争点はこのまま宜野湾市を、ね、活力のある町で行くのか、ね、それとも過去に戻って、うん、閉塞になっちゃうのか、もうそれだけが、閉塞センター壁が落ちるような、そうそう、壁の天井が、このままね前を向いて歩いていけるのか、うん、それとも逆戻りしちゃうのか、これが争点です、うん、これは、なるほど、いいこと、分かりやすい、ね、一番大きな争点ですね。なんでそこもっと押してこう、ね、だって佐喜真さん、ラジオ体操に出るだけっていう、なんか書いてましたね、言われてましたよ、あれちょっと、だから元気が出るみたいな、ああなるほど、体育会系ですよね、そうそうそう、そういうあれが、しっかりあのね、東洋経済の方が証明してくれてるんで、ちゃんとデータが出てるんですね、そういうね、全国一ですからね、すごい、この成長率全国一をそのまま継続してね、みんなが幸せな宜野湾市にしていくと一番いいと思います、大事な、そういえばこの宜野湾ヒルズ通りも結構ね、あの、なんていうんですか、まあ、あれが元気が出てるんですよ、西地区がこう解放されるということで、とってもなんかね、通りはなんか明るい雰囲気ですよ、頑張ってますよね、頑張ってますよね、このヒルズ通りもね、上を、基地が返還される前の上を橋をかけて58号線まで下ろしていくって、もうこれも計画が出てますよね、これも速攻でしょ、速攻です、いつでしたっけ、速暖でやっていきますからね、これも返還前には、そういうふうにやっていこうということで、ですからこのスタジオからいい眺めがまたできますよ、あ、ここから道路が見えるんだな、大山な、あの7号みたいな、そうそう、高架橋で、あと5、8にまた降りていく、どんどん進んでるじゃないですか、うん、お話、なんだこの流れをどうするかっていうのを宜野湾市民が、そうでしょうね、これ止めちゃいけないね、やっぱりね、この流れ止めていいんですか、そうそう、話の流れ止めたくない、ちょっと CM 行きましょうかね、あ、そうですね、はい、一回 CM 行きましょうね、はい、これもうね、CM 入れなきゃダメですからね、いやーもうねエンディングですよ、早いですね、早いですね、早い早い、今日はね、宜野湾市議の小屋議員においでいただいておりますけれども、もっとねたくさん話聞きたいですよね、確か、13日に、公開討論会が、予定がありましたけれども、
まあ、志村さんの、ね、お父様の、ね、うん、あの告別式で延期になりましたよね。そうなんですよ。でどうなりましたそれ。実はねこれもともとは12月の8日が最初 の、 その予定日、8日ですね、はいはいはい、それが、13日に延期になり、はい、で今度はあの26日の土曜日に、うん、明後日そうです、5時半、会場、はい、そして6時半、まあ、開演というのかなスタートで、はい、場所は、JA ジュビランスで行われます。市役所の斜め向かいにあるジュビランスですよね。はいはいはい。あ、そうですか。これは入場料とかもちろんそういうまあ、主催するのは JC さんであるんですが、はい、無料です。無料、はい、あ、これは佐喜眞市長と志村さんの公開討論ですね。一騎打ちというか、そうです。もう実際ね、生でお二人のこの声を聞く、はい、制作を聞くのが一番いいのかなと思います、うん、ね、うん、これもしかしてニコ生でやったりして。あ、ピンポーンです。あ、そうなんですか。やります、やりますよ。よかった、よかった。ニコ生でやるったらこれがかかるじゃない、ほらかりんちゃんこうパチ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 とか8とか、うん、あ、じゃあニコ生でも入れると。そうです。どうしても行かれない方は、うん、ね、パソコン持ってる人はです、ね、通知らで若い人に見てもらいたいですよ ね、 そうですね。日頃選挙に行ってない買った方も、うん、実際その生でね、はい、お二人 の、 その違いをね、見てほしいなって思います。そうです ね、 ですね。文面だけじゃわからないことも言って、うん、実際会ってお話を聞いて ね、 ね、分かることもあると思うので、うん、ね、ぜひあさって26日、はい、5時半でしたっけ。5時半会場6時半スタートです、はい、スタート1時間ありますね、ゆっくりね、うん、JA の4階でしたっけ、ジュビランスのね、はい、4階で公開討論会がございますので、ぜひね、宜野湾市民の方はね、向こうに行っていただいて、もうどうしても行けない方はニコ生で、うん、生放送で見ていただくということで、そうです ね、 ね、もちろん御用議員も。あ、もちろんです。それはそうですよね。そうですね。交通整理です。わかりました。さて、はい、もう、はい、そろそろエンディングじゃない。もうそろそろ超え、ね、超えてます。今日でね、今年最後の放送になりました。御用議員も等しく、なんだっけ。ヒートのお昼前、ヒートの昼前っていう土曜日にさせてもらってます、ね、番組やってます。11時からですよね。そうです、そうです。30分の番組がございますので、はい、それもね、ぜひ皆さんお聞きください。土曜日。ありがとうございます。はい。さて、今年で最後の放送になりました。10月から始まった FM 宜野湾に地元にラジオ局ができると聞いて、我々は導かれるようにぜひ番組をやらねばという気持ちになりましたね、はい。沖縄の限られた情報空間では本当の県民の声や宜野湾市民の声が無視され、偏ったマスコミによって作られた県民世論、日米沖分断工作の実態、そしてサイレントマジョリティへの呼びかけ、はい、全体主義の島をどうにかしたいと、うん、日本は本当に自立しないまま大国に侵略されるのか等々、うん、いろんな思いでこれからも番組を続けてみたいと思います、はい、ね、頑張りましょう、はい、そして既存のマスコミが放送しない沖縄の声を、この番組では取り上げていきたいと思いますので、特にサイレントマジョリティというものを言わぬ 多数派というんですかと言われている方々、どんどんメールをください。お待ちしております。よろしくお願いします。はい、アンヤタン、そのこの際だから本音の声を聞こう、略して本声のコーナーはいよいよ来月24日宜野湾市長選挙ということで、皆様のご意見をまたお待ちしております。未来の宜野湾市を託すにはどの候補者が適任なのか、どういうふうに立候補者を選べばよいのかなどなど、感情的なご意見ではなく、お子さんでもね、分かるような分かりやすい文章を待ちております。はい、中学生が納得できる内容でお願いいたします。誰が正論家ではなく、何が正論かという視点で、うん、これからもいろんな情報提起、はい、あるいは問題提起をさせていただきたいと思います。そして特定の政党の応援はいたしませんので、ご理解をお願いいたします。はい、そしてですね、おかげさまでこの番組も3ヶ月が経ちました。うん、リスナーの皆様をはじめスポンサー、サポーターの皆様、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。サポーターの方はですね、小木孝之さん、はい、新庄雅彦さん、はい、佐藤則次さん、はい、どうもありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、はい、10月から始まったこの番組、素人なりにですね、だんだんと良くなってきたような感じがしますけれども、ね、最初はどうなるか、どうですか、皆さん。だんだんね、それらしくなってきましたね、うん、ね、時間もないけどね、はい、かりんちゃん、どう？もうお前ら無知だなって言われまくってるから、まくってますね。今日ね、一つね、紹介できなかった記事がありますので、これ来年またご紹介したいと思います。うん、そうですね。はい、そして小谷仁志議員、はい、
いかがでした、この1時間早いですよね。早いですね、あっという間 で、 あっという間でしたね。ひとしぎの番組も30分ですごい早いので、1時間にすればとかメールしたじゃないですか。あ、そうでしたね。あっという間に。今度は次回はじゃあ私の番組にあの3名来ていただいて、またお願いします。1時間番組してください。じゃあお正月スペシャルで。ね、スペシャルで。本当ですよね。今日はいろいろ教えていただいて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あの、勉強になりましたね。すごかったですね。はい、やっぱ聞いてみないとね。元気の何でしたっけ、第1位ってやつ、うん、あれは、はい、成長率全国1位です。これも最大のね、やっぱり、ね、あの呼びかける内容ポイントですね、はい、すごいですね。これを大々的にやっぱりね、うんうんうん、コマーシャルして、ね、やりたいですよね。本当そうです、はい、全国1位ですから ね、はい、ね、すごいことですよ ね、 実績ですからね。いくつでしたっけ、市町村787の市区町村。おお、周波数に似てますね。似てますね。ちょっとだけ違う。はい、あと30秒でファイナルコールです。ね、未来は明るいってやつですね。ですね。さて、はい、ではね、エンディングの決まり文句があるんですよ、はい、ね。では行きますよ。はい。それではエンディングの決まり文句ですね。良い子はお家に帰りましょう。帰りましょう。はい、そうでない子もお家に帰りましょう。帰りましょう。それではまた、うん、来年お耳にかかりましょうね。はい、皆様良いお年を、はい、お迎えください。はい、なるさん、未来さん、かりんでした。はい、ゲストのヒートでした。はい、ヒートだって、はい、ニフィレミさん、はい、バイバイ、セイユー、また来年よろしくしよう、タイチェン、ありがとうございます。ありがとうございました、お母さん、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。天満大学校の放送部以来です。はい、ありがとうございます。放送部の後輩ですよね。そう、放送